ランナーはスタートと、ヨーカー上げてしまいました。浅いフライです。さあ犠牲フライには微妙な距離だ、微妙だ。左に乗ってボールを取った三塁ランナー、ホームを狙ってくる。あっと途中で止まった、真ん中で止まった、ちょっと中途半端だ、アウト。スタートを切って真ん中付近で止まって戻ってアウトになりました。まあ、かなり岡林取った位置というのは左に寄りながらということなんで深くはなかったんですがね。そうですね、ただいいボールが来たので多分いけると思って行ったんですけど、思ったより以上にボールがいいボールが来たので、はい、ダメだと思って止まってしまったのかなと思うんですけど、この返球がずっと目の前で見えていたんですからね、はい、ああ中継して、ああこの判断で戻ったんですがアウトになりました。あそこまで行ったら一